使った方がいいのかどうかはもうご自身で判断していただくしかないですが、経験上言うとちょっと干した方がいいような感じがしますね。ちょっと濃いめの香りがするような気がします。これはもう個人的な気持ちの問題かもしれないですね。ちょっと見えない。あまりにも水分が多いと蒸留温度が上がりにくいとか機器の問題が出ます。あまり強い熱量を持っていませんので、大体その蒸留器は1000ワット、800ワット以上の電熱器でやりますけども、私の蒸留器は400ワットしかありませんので、それでまあ十分の熱量で、それ以上になると今度はコントロールがしにくくなりますので、その程度のものしか出てないんですけども、そうするとこういう水分の多い、まあ、ハーブ類ですね、生のハーブを、これまではここから水分もまだ出てきますので、温度上昇がゆっくりになって1時間という設定を超える場合があります。それも、まあ、仕方がないといえば仕方がないことなんですけども、温度が上がらないということはないんですが、時間の使うということですね。だから1時間になって 250cc が取れる設定ですけども、ハーブの量によって温度の上昇も関係で、ハーブの水分の量ですね、それによって若干少なくなって 220cc とか 230cc とかというぐらいの程度の採取量にとどまる場合もあります。これはもう危機的な問題で、時間を作ればまあ取れるんですけど、ご覧ください。押し切りというので使えばザクザクと増えていくんですけどね。今ちょうどシーズンで、農園の方に持って行ってます。契約農園の方でやってもらうことがあるので、撮影の前はこちらの方がいいんですけどね。レモンバームでレモンの香りが強いですね。東南アジア料理に使われるんですかね。私は食べたことないですけど、石村農園さん、テレビにもよく出る、出演されてるようです。ハーブの農園さんでお世話になっています。これもそうですけども、私の蒸留器も、まあ、後で置いていますので、例えばラベンダーのウォーターが欲しいとか、レモンウォーターのウォーターが欲しいということがあれば、あちらへ行っていただいて、そのままハーブを購入してそこで蒸留していただくことも可能です。大体1時間ぐらいで蒸留できます。大型ではない小型 のリスワンというタイプなので、お願いしておけば、まあ、そんなに立て込むことはないと思うんですけども、そこにねオーナーのご都合もあると思うんで、電話だけ入れて蒸留してほしいですか、お伝えいただいて、それでハーブを購入していただければほとんど費用はかからないと思います。ハーブ代だけでしてもいいんじゃないですかね。ちょっとわかんないですけど、私の場合はモニターテスト用というんですね、お願いしてあちらですかいただいていいというか、あちらの方でそういうウォーター系の販売だと
精油の方ももちろん取れます。ただ時間もかかりますし、大量に蒸留しないといけないので、その分はご了解いただければと結果です。リスの蒸留機はああ見えて大型の蒸留機とほぼ変わらない性能があります。精油が取れないのは使うハーブの量が当然少ないので、家庭用というんですかね、デモンストレーション用というのに近いものなので、その分で取れる量が少ないです。それは仕方がないですね。また、これで取れた分というのは動画でアップします。今度イベント用に作ってますので、それだけに用にする方が分かりやすいと思いますので、やってます。取れたウォーターの状態とか、そういうのは全て公開いたしますので、また見ていただければと思います。これになると、ブラスの場合はほとんど、ドライになっても、まあ、元々ドライで使う商品のようですので、ドライになっても香り落ちるということはまずありませんので、扱いやすい程度に乾燥したもの、また入手しやすい程度のもので十分だと思います。ドライなので、ドライ用のセッティング機器のセッティングがいいとは思いますけども、このようにその蒸気の通り量の問題だけなので、煮出しするかどうかですね。だからドライでもレモングラスの場合は水蒸気蒸留でもある程度のものが取れると思います。ちょっとイベント用としては多いんですけども、イベントですね、そのショップの前で、水蒸気、ディフューザーでですね、今回はいつもは、ラベンダーを出すんですけども、ディフューザーで今回はレモンの香りを、蒸気で出そうかなと。それでちょっと大量にイベントとしては大量に準備しています。入れ替えました。また蒸留初期だったんで、これが分かるのが中期以降になるともうそのままやっちゃいます。ここまだちょっと浮いてますね。急いでやったのでちょっと出るかもしれませんが、ちょっと蒸留が止まりました。間はほんの20秒ほどなんですけど、一旦外して、その草を中へ入れてハーブですね、そしてやりました。セットし直しですね。ちょっとまだね、蒸気が出てます。ここの隙間から蒸気が出てます。圧ではなく、圧はそんなにかかってないと思うんですけども、多分さっきのセッティングでズレが出たんだと思います。そんな微妙なものではないんですけども、やはり途中で動かすとですね、再度蒸留が始まりました。
レモングラスは以上ですね。まあ、あとは、若干水分が多いものですので、温度の上昇の問題で少ない採取量が少なくなると思います。上流の方になります。レモングラスで、この状態に詰め込んで約というかほとんどほぼ 200g、入ってます。水分が多いのであまり詰め込んでも、なかなか温度上昇、上流釜の温度が上がりにくくなるのでこの程度にしてます。これでも十分 250cc、取れるのがどうしても 250cc 程度ということになってしまいますので一度にですね。ですからそれを逆算して入れていただくのがいいんじゃないかなと。まあ、あと個人の、オリジナリティですね。それで決めていただければいいと思います。相当詰め込んでも、蒸気の流通通り道ですねはレモングラスの場合問題なく出ますので、問題なくできると思います。どの程度の通気量なの抵抗があるかというのはですね、まあ、少しあれが違いますけども、上から息を吹き込んでいただければよくわかると思います。上流釜にですね、そうすれば詰まりすぎているかどうかはわかると思います。上流の設備は一問の通りです。特に変わったことは、どうしてもその水分の多いハーブですので生ですしね、そうすると水分が出ます。それからも出てきて、下に落ちますので、そう水が減ることはないので、水は、まあ湧きやすいということで、480cc 程度、まあ、500弱ということで今回は設定しています。まだちょっと出てはきてないですね。レモングラスの場合香りが強いですから、蒸留が始まればすぐ匂いが出てきます。これは特にその漏れてるとかいうのではなくって、空気としてすぐ出たものが冷却される前に出てる分だと思いますね。ちょっと沸騰の力が弱いように見えるのは、中の温度が高くなってないというか、よく抜けてるということですね。だから、少し時間がかかっているという程度です。だいぶ蒸気が回ってきまして、この時点ですでに結露が始まってます。これが徐々に進んでいきましてですね、これが水滴となります。なんか気になるとき、セッティングがちょっとうまくいってないんじゃないかというときは、ここを持ってください。ここはシリコンゴムなので、やけどすることはちょっと熱いですけどね。本体を持たないといけないときは必ず手袋をしてください。軍手か革手袋ですね。間違いなく使用中は熱くなりますので。失敗してますね。これも途中で止めれないのでこのまま行こうかな。気がつかなかったな。ちょっと失敗してます。
香りがよく出てるのはここです。この部分分かりますでしょうか。少しだけレモングラスを挟み込んでしまいました。それでちょっとここに蒸気が出てきました。これではいいのが取れないのでしばらくお待ちください。ちょっと失敗です。先ほどですね、ハーブが挟まってたというか挟まれてまして、それを直した時に失敗してゴムが浮き上がってます。このゴムパッキンは取り外しができるので何ら問題がないというか、かぶせるだけのパッキンなんですよ。それでですね、ゴムパッキンが悪いんじゃなくてここにズレが出てます。見えるかな。動画にも出てると思います。蒸気が出てますね。これはまあ当然圧が高くなってきてあれなんですけども、設定したよりも多く出てますね。要はここのズレが小さな隙間ですけども、出てますので、いい部分が若干逃げてるというところです。まあ、これはちょっともう今回の蒸留は諦めるしかないです。失敗です。物が悪いとかいうんではなくって、必要なものがちょっと出てるかもしれないです。まあそう微妙なものではないのであまり気にしませんけども、もうここまで進んできてます。アクが落ちてますね。普通だったらですね、この色だったらなんかいい匂いがしてそうですけど、そういうことはまずありません。匂いの成分は必ず抜けてます。ここにはもうアクの香りと草の香りと枯葉のような香りがあるだけです。これね、失敗です。ここをきちっとこういう形にならないように、止めていただければ問題なく、これちょっと出過ぎてるということですね。蒸気がですね。以上です。